リベラーノ&リベラーノの日本代理店の方で、仕事をさせていただいております。ちゃんともう一回クラシックをルール通り決めっていうのダメですって教えてくれた、もうプロ中のプロの方がいて、今ちょっと BP、そんな感じです。はい、ダッパートー第2回始まりました。やっていきましょう。はい、こんにちは、ダッパーホップの水落圭です。浜田光翔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたね。始まりました。久しぶりのダッパートーク、はい、はい、第2回でございます。はい、また違う部分で、はい、スタートしましたけど、いかにも誰かが来そうなアングルで撮っております。はい、ご覧の通り今日はスペシャルゲストが、はい、来ていただけるということで、我々ね、はい、なかなか喋りに行こうね。はい、早速お呼びしましょうか。はい、はい、本日のスペシャルゲストはこちらの方です。改めて本日のスペシャルゲスト、インスタグラムパピースタイルこと柳田貴弘さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそお招きありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ熱いですね、今日も。そうですね、暑いというか、めっちゃ緊張してます。正直僕も緊張してます。あ、本当ですか？はい、緊張してます。はい、私は緊張してます。よろしくお願いします。まあ、もうご存知、そうですね、説明はしなくていいからかもしれない。どう？そんなことない。ちょっとだけじゃん。今日説明させていただきますと、はい、現在はリベラーノ、リベラーノ、はい、ディレクターという、まあ一応あの、あだ名ですけど、あだ名いただいてます、会社から。はい、まあ、リベラーノ&リベラーノの日本代理店の方の、うん、で仕事をさせてもらってます、はい、はい、の柳田さんです、はい、まあ、先ほどもちょっとお伝えした、まあ、インスタグラムで、はい、フォロワー数がなんと5万人を、まあ、超えているという、はい、とんでもないですね。大師匠です。はい、ちょっと言いたくないですね。そうですね、我々と我々ね、ぜひチェックしていただいて、はい、あの載せさせていただいてますので、よろしくお願いします。はい、というもうファッション業界では、はい、もう名の知れている柳田さんでございます。柳田さんでございます。はい、今日は、まあ、背広散歩、そうですね、きっかけとしては、はい、ね、はい、あのお会いさせていただいて、はいはい、あのまあ、進行を深めさせていただいて、前回の3周年記念にも、はい、来ていただいて、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの日はすごく楽しかったです。こちらこそ、ありがとうございました。非常に仲良くさせていただいておりますが、すね、まあ、我々の説明だとちょっと不十分かもしれないです。そうですね、はい、ちょっと簡単に、はい、自己紹介、はい、お願いできますか。はい、はい、ちょっと緊張してるんですけど、名前は柳田貴弘と申します。現在は、リベラーノ&リベラーノの日本代理店の方で、仕事をさせていただいております。と今ちょっと説明をちょっと大げさに説明いただきましたけど、7年前ぐらいからインスタグラム始めまして、はい、まあ、最初はあの自分の着てる出勤の服とかを載せてたんですけど、まあ、いつの間にかにというか、あのフォロワーさんが増えてきて、まあ、自分のファッションを中心にインスタグラムの方で、あのいろいろ発信させていただいたり、それによって、まあ、あのいろいろお仕事をいただいたりとか、まあ、昨今あの長生きの時代ですから、あのシニアモデルとかのお仕事も、まあ、明日もちょっとねそういう仕事をね、ちょっと撮影とかあるんですけど、まあ、そういう仕事をさせてもらってます。まあ、こういうなんかファッション業界にもともと学校を卒業してから入りまして、まあ、30年ぐらいサラリーマンずっと、まあ今もサラリーマンやってるんですけど、やりてきてまして、まあただの服バカというか、まあ服が好きで毎日なんか生きてる、楽しんで生きてるみたいな感じですが、まあインスタグラムの方はちょっと趣味プラスちょっと仕事も兼ねて今はやってるような感じです。はい、最高の生き方ですよね。最高ですね。最高です。まあ、あのダッパーさんとはね、セビロ散歩とかで、はい、もうご一緒させてもらったりとか、はい、まあ、その後はあの個人のイベントとかもちょっとやってる時に、はい、山さんとかも来ていただいたりとかして、はい、いろいろなんかそういう縁が広がって、まあ、今日もちょっとお呼びいただいて、あの
ちょっと何を話そうかなとも思いながら、ちょっとあの水内さんと浜田さんの質問に、はい、まあ嘘は言わずに、はい、本当のことだけお話したいと思います。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします多分天野がもうめちゃくちゃ聞きたいことがもう本当ですか、いっぱいあって、すごいさっきメモ取ってました。そうですね、はい、結婚してます。いや子供いないですじゃあまだ寝てるから急に急に、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、します、ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、はい、ちょっと質問をさせていただきたいと思います、はい、すごいちょっと関係ないかもしれないけど、タピスタイルって何なんですか。タピスタイルまあ僕のインスタグラムのアカウント名なんですけど、はい、タピっていうのは TAPI、はい、もともと小学生ぐらいの頃から僕高弘っていう名前でして、はい、本名が、はい、まあタピってターピーとかタピーとか子供の頃から呼ばれてて、まあそれが元なんですけど、あんま深い意味はないです。まあ大体周り の, 昔から知ってる人はそう呼ぶんで、まあアカウント名もそれでいいかなみたいな。まあ実は自分のメールアドレスとかもそういうの使ってたり、パスワードとかも結構そういうの使ってたりする。なるほど、今ちょっと BP、そんな感じです。あだ名だったんですね。あだ名なんですよ。なるほど、はい、じゃあ我々ちょっと今後タプさんと呼ばせていただいて、全然ほとんどの方がそう呼んでいただいていると思うんで、うん、はい、じゃあ別に全然、はい、こういただいた、まあ呼び捨てで呼ぶ人も中にタプさんちょっと酔っ払ってしまったら、そう、まあ、全然言ってしまったら申し訳ないですけど、いえいえ全然その方が全然ないんで、逆にそう呼ばれる方が多いですね。はい、じゃあタピさん、もうこの動画見てらっしゃる方は全員もたくさん、柳田さんっていう人はあんまりいないですね。セビロさんといって運営の方々なんかも皆さん、まあ、お顔が、ご存知の方ばっかりですけど、みんな大体タピさんって呼ばれるんで、どこ行っても大体自分もそれで、普通って言うと、柳田さんって言われると、ん？得？っていう得意なるほど、なるほど、はい、逆にね、はい、はい、じゃあもう、たけさんが、たぴちゃんが、まあたぴちゃんちょっと可愛すぎるかもしれない、ポップすぎますよね、ちょっと、ちょっとすぐ仲良くなっちゃう、いいです、距離冷たがる、そうなるんで、大丈夫です。たぴさん、いたたぴさんで、いたたぴさんで、いたたぴさんで、なるほど、ちょっと、ここ聞きたいなって、はい、ところなんですけど、はい、まあ、ファッション業界なんか時代の流れとか、はい、まあ、それこそバブルとか、いろんなこう流れが多分あったと思うんですよ。でスタイルも変わってくるかなと思うんですけど、はい、昔の我々ぐらいの年代の時の柳田さんのタピさんの時と、はいはい、今の現代のファッションの違いとか、うん、昔は良かったなとか、あ今だからこそ良かったなとか、なんかあれば教えてほしいな。なるほど、昔は良かったかなっていうのはあんまりないかもしれないですけど、でももちろんね、服ってやっぱり素材がすごい大切だったりすることはあって、昔の方がいい生地使ってたなっていうのはこれ長く生きてる人がよく言う話なんですけど、まあコストの問題もあるしね、やっぱり、うん、あとはこの後そういう話題になるかどうかわかんないですけど、古着で軍に国に提供してた服とかっていうのは、うん、やっぱりコスト無視でやっぱり作るんで、ヨーロッパとかアメリカとかも、だから当時の服はやっぱり利益を出すというよりは、まあ、いいものを作って、うん、なんか国に納めるみたいなこともあった、うん、みたいなんでね、その時代のなんか素材とか縫製とかは今とはやっぱり最新の機械もなかったし、まあそういうものはいいものが多いかなと素人的にはね思うこともありますけど、昔の方が良かったなっていうのはそんなにはないですよ。今が多分一番日本も含めて進化してるんじゃないですかね、ファッションと思います。今は本当に生地の価格高騰が、うん、まあね、半端じゃなくて、為替もすごいしね、もう日本が、まあ、円が弱いから、うん、なかなかね、
そこで、まあ、価格どうしても高騰してしまうと、うん、やっぱ我々販売の価格を上げざるを得ないことになって、やっぱお客様も去年買った、一昨年買ったものと今年買った同じ生地でも金額が変わってきてしまうっていうのはちょっと心苦しいなって思うんですよね。そうするとやっぱ縫製のじゃあどこをコストを下げるかって話になってくると、じゃあ今まで昔じゃあ手で縫ってたところをマシンにしますとか、あのなるべく早く簡易的にして納期、完納期です、うん、っていうのが出てきたり、うん、するのはやっぱある感じで、うん、昔のものとかは手を凝ってるというか、うん、本当に細部まで手作業を入れてるっていうものはやっぱり長く使えるし、うん、形も綺麗なままっていうのはあるかなって思いますね、うん、それこそ柳田さんがその、まあ、30年ぐらいこう、はい、いろいろファッションをやってきて、どの時代の服装が一番好きだったかってあるんですか？まあ、全部好きですよ。全部好きですけど、ファッションってよく言われるのは10年サイクルでこういろいろ変わっていくとかっていうことがあって、まあ、メンズのスーツも30年前は今に近いようなちょっとルーズフィットだったのが、イタリアンクラシコが流行ってすごいタイトなパンツの口幅が細くなったりとか、あの細いパンツを丈を短くして履くとか、ジャケットも割とジャストフィットで着る時代も出てきて、今ちょっとそれの反動じゃないけど少しルーズな感じがいいよねっていうような流れになったりしてるのは、その10年、まあ、ちょっとゆったりからちゃんと着よう、ピタッと着よう、それからでもあんまりピタッとしてるとノーネクタイ着れないよねみたいな感じから、日本なんかだとちょっとゆるくスニーカーでも合わせられるようなシルエットで着ようとかっていう時代になってたりとか、まあ、フィット感で言ってもそれぐらいあるし、あとファッションのテイストでも、まあ、その時によってアメリカ的なものがすごい人気だったり、もうイタリアンクラシコがすごい十何年前の前世でもうみんなあのホワイトパンツにジャケット着てる時代があって、まあ、そういう時のイタリアもあって、ただ今はそれをなんだろう、自分流になんかミックスして着て自分らしさを出していこうみたいなところになんか着てるのかなっていう人たちもいれば、もちろんちゃんともう一回クラシックをルール通り着ようっていうのももう一回戻ってきてるし、あのすごくいろんな多様性があるというか、ちょうど今一番なんかこうじゃなきゃいけないっていう時代じゃなくなってきてるから、その人が自分流に自分の個性をアピールできるようなものを選んだりコーディネートして、それが自分的にかっこよく見えるのが一番かっこいいみたいなようになってきてんじゃないかなっていう。だから別に僕はこれです、僕はこれです、僕はこれどれも間違いがなくて、それをなんか自分風に消えるようになるにはやっぱり時間とかあの経験とかもいるんだろうけれども、みんなおしゃれになってきてると思いますけど、ね、と思います僕は。だから僕はあんまり誰かが着てる服がこれこうじゃないのってもあんまり思わないタイプで、その人はそれを着て好きで着てるんだったらそれでいいんじゃないかなと思うし、まあ、の若い方々も、なんかファッション感度上がってきてる印象は、日本人はやっぱり、日本人はっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけど、日本のファッションの感度ってすごい高いと思うし、おしゃれだと思いますよね。そうです、電車とか見ても、なんか10代20代前半の方々が結構綺麗に着てる印象があって、まあ、今お店も青山だったり、この近隣の方々やっぱ綺麗な方々、格好も多いと思うんですけど、なんかファッションもなんか多種多様で綺麗に着てる方も多い印象があります。それは多分ダッパーさんみたいなテーラーさんがサラリーマンの方にちゃんとこう教えていっているからじゃないですか。そうですかね。そうですね。はい。と思いますよ。たくさん今テーラーさんいっぱいあるじゃないですか。我々もそう先ほどおっしゃったようなこう、まあ、カルチャーがあったり、まあ、文化があって、まあ、カルチャーミックスも OK ですし、自分流に崩すっていうのもすごい好きなので、いろいろねあのスニーカー合わせてみたりいろいろチャレンジすることもあるんですけど、我々はやっぱりこうクラシック
たいなのも、うん、昔からある形なので、うん、イタリアクラシコのような、うん、まあ、細くするっていうよりかは、程よくやっぱ適度なものがあって、うん、綺麗にパンツの形したりとか、うん、っていうのがやっぱ好きですし、うん、まあ、それが本質だと思って我々やってきているので、うん、だそこを広めていきたいなと思って、うん、でちょっとずつそういう、まあ、サラリーマンの方々とか、うん、ファッションちょっと興味ある方々も、うん、そういう綺麗に履いてる方とか見ると、うん、あ、いいなって思ったりはします。そうですね、うん、ちなみに今日のスタイル、あ、今日ですか。今日はね、今日は暑かったんで暑いです。30何度です。37度ですね。ちょっと薄いジャケットの、まあ、ジャケットはやっぱりイタリアクラシックのものが好きです。やっぱり。やっぱりそういうこだわったものをジャケットとかスーツは着たいな、うん。で、それ以外を全部イタリアものに合わせると、なかなかちょっと恥ずかしいところもあるんで、まあ、中は、あの、これ、軍物の T シャツに、軍物のパンツ合わせて、まあ、靴だけはちょっと綺麗なものということで、まあ、見えないかもしれないですけど、うん、まあ、あの皆さん履いてるチップビットローファー、ビットローファーを履いてます。はい、こういうところのこだわり、うん、たまたまそうだったね。いや、今多分こだわってるんだろうなと思って。あと、小物好きなんで、そのね、靴下のオレンジとジャケットのオレンジとか、まあ、合わせとか、まあ、正直あのルールで色は3つしか使わないとかよく言われるじゃないですか、うん、僕はあんまそれ好きじゃなくて、まあ、あのどっちかっていうと色10個でもいいから使ってまとまりを出すのが一番なんかいいなと思ってて、うん、なんこれ多分上級です。今のこれは真似できるかどうかは分からないです。いや、なんか3つ以上使うの怖いっすもんね。10個使って逆に難しいかもしれない。まあ10個はちょっと大げさですけど、うん、まあ、あの正直ファッションって引き算ってよく言うじゃないですか、うん、引いてあのよく見せる、はい、あのそれはもちろん王道なんですけど、まあ、僕のインスタ見てもらうとあんまり引き算してないと思って、色いっぱい使ったりテイストもいろんなもの混ぜても、うん、いかに普通に見えるか、うん、普通に見えない時はちょっとダメなんですけど、うん、まあ、普通に見えるようにするにはどうするのかなという、うん、まあ、多分それが長く生きてるからですよ。はい、だいぶ勉強になりましたね。はい、どうですか。やっぱりさ、まあ、ファッションが好きであるということ、まあ、そうですね、で好きなので、はい、あのポパイとか、はい、メンズクラブを見て勉強をする、はい、多分それは苦じゃなくて、はい、で今ここに着地したっていうような感じ、うん、そうですね、まあ、いろんなことをミックスしてやっても、うん、まあ、みんなが多分引き算しちゃう。でもインスタグラムを拝見すると色確かに使ったり、うん、これとこれ使うアイテム合わせるんだって思うのあるんですけど、まとまりがあるんで、うん、何かトライしてみたいなと思いつつ、ね、なかなかやっぱりこうまだまだ経験が浅い分、うん、こうチャレンジに行きにくいみたいなのはやっぱりありますね。インスタグラム見ると先ほどおっしゃったジャケットに、まあ、軍物とか、うん、なんか昔のものを合わせてコーディネートするっていうのはすごく勉強になるので、うん、私は軍物は全く取ってこなかったので。でもね、あの電車の中に10人男性がいたら7人はその着てる服のファッションのことは軍物って言われてるんですね。これもまあ教えてもらったことなんですけど、服を作ったり着るんであれば買うかはない別として必ず原型があるんで、原型の何かを柳田さん知ってからその服を企画したり作る、あの、ね、どうダメですって教えてくれた、もうプロ中のプロの方なんで、そういうことがあってちょっと古着をいろいろ勉強するというか、自分で例えば M65 の原型は何なんだろうとか、モッツコートの原型ってどこの国の何十年代のような原型なんだろうとかっていうことをたどっていくと古着になんか行ったっていうのもあるんですよ。だからでメンズの服ってもともとは全部ユニフォームから来ていて、ユニフォームの中のミリタリーがその中の一つであったり、作業着だったり制服だったりメンズの服ってその原型が何だったんだろうっていう、例えば今日アマンさんが履いているカーモパンツの原型は何だったんだろう、もともとは多分そういうスラックスの生地には使ってないやつだから、それは何だったんだろうっていうところを知ると、あ、そこからこういうふうに変わってきてるんだな、
とかっていうのは結構面白いし、うん、ちょっとさせてもらいますか。これ次も第2回これですね。ですね。決まりました。そうです、決まりましたね、はい、まだ何も柳田さんに言ってないですけど、はい、何が呼んでくれるんですか。決まりました。今決まりました。はい、何でしょう。第2回は古着屋巡りよろしくお願いします。ああ、いいっすね、いいっすね。ちょっと我々、はい、2人ともやっぱブレザーが好きで。ああ、いいっすね、ブレザー。ちょうど当店でもリングジャケットさんのコラボのブレザーがあるので、はいはい、まあ、ちょっとそれを使って古着とミックスできないかなっていうのはやっぱりお互いで考えてはいたんですけど、やっぱこう我々ではできない、ちょっと踏み出せない。え、そんなことないでしょ。ちょっと事故っちゃう可能性があるので、そう、なんか客観的にやっぱアドバイスいただきたい、うん、いいなってずっと言ってて、そう、古着といえばっていうのはやっぱりね、なかなかちょっと応援だった。じゃあ次回我々2人にちょっとコーディネートを組んでいただけないでしょうか。よろしくお願いします。いや、僕でよかったらぜひまた呼んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。決まりました。よかったですね。よかったです。よかったです。ちょっと新しい一歩を踏み出す、そうですね、はい、回になるかなと思います。めちゃくちゃ非常に嬉しいです。楽しみです。はい、今からピックアップして、はい、どういうお店があるか、はい、調べておきましょう。楽しみです。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、今日いろいろとお話お聞きしまして本当に楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になりました。本当ですか。はい、あと3時間ぐらいやります。そうですね。ちょっとこの後じゃあ3時間ほど行きましょうか。時間があるそうなんですね。そうですね。この後はちょっと飲みながら、そうですね、はい、はい、したいなと思います。はい、はい、せっかくなので柳田さん、タピさんのインスタも、はい、はい、概要欄の方に載せさせていただいて、はい、我々のインスタも、はい、はい、概要欄の方に載ってますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ちょっと5万人ね、少しでもちょっと追いつきたいと思ってますので、もちろんございます。何とぞ、はい、フォローのほどお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日の動画はこの辺で。はい、ではまた。